Hi guys. はい、今日も続き、前置詞の続きを言ってみたいと思います。今日の前置詞、今日もね、位置を表す、つまり場所を表す前置詞なんですけど、皆さんよく知ってる between、そして among、この2つの違いを説明してみたいと思います。はい、between、こちらの絵をちょっと下手くそですけど見てください。こちらは2つの花の間にという意味ですね。Among はこんな感じ。お花がたくさんありますけれど、この中に一人いると。こういうイメージですね。Between のイメージはこういうイメージ。それから Among のイメージはこういうイメージ。というふうに覚えておきましょう。まずね、Between っていうのは、Between A and B ね、よく中学校でやりますね。 A と B の間にというふうによく表現されます。 A と B のように2つの人または物の間に位置していることを表します。もともとはね、物理的に2つの、この花のようにね、2つの物の間に位置していることを表すんですけど、これをちょっとね、応用して2つの人ね、または物の間に存在する、あの、実際目に見えないね、もの、まあ感情なんかもそうですよね。感情なんかにしても表すことができます。例えば一番上のこの例文、 Let's keep this かっこでね、 secret between you and meLet's keep this secret between you and me. これ、まあ、カッコね、シークレットをカッコで書きましたけど、これ、二人の間の内緒にしよう。二人の間だけの話、ここだけの話にしようってよく言いますね。そういう時に使います。この you and me、こちらの方も、こういう形でね、you and me、私とあなたの間の秘密だよっていう風な形で使うことができますね。そして一方ね、こちらの among ですね、この絵の通り3つ以上ね、3つ以上の複数の人とか物の間に位置して、複数の人や物に囲まれている、こんな感じですね、囲まれているような状態を表します。と、between と同様に、among も、こういう風な、ちょっと例文挙げてきました。加圧トレーニング。加圧トレーニングやらなきゃいけないですね、私もね。加圧、つまり、まあ、圧力をかける、まあ、エクササイズですかね。加圧トレーニングね。加圧トレーニング is extremely popular among young people.もう一度見ますね。加圧トレーニング is extremely popular among young people. 加圧トレーニングっていうものは、若い人の間ですごい extremely ね、極めてっていうような副詞になりますけど、極めて人気があります。こういうふうな時、つまり若い人たちって、まあたくさんいますよね。若い人たちの間ですごく人気がありますと、流行っています、まあこういう意味の例文なんですけど、このようにね、実際に目に見えないもの、あとは現象なんかを表す時にも使います。つまりちょっとね、2つの方を難しいですけれど、 between と among の違いをちょっとね、書いてみました。この2つの差というのは、この差を理解する上でね、一応重要なことっていうのは、人や物の間に明らかに線引きができるかどうかということですね。between を使うときは、A と B はそれぞれね、個別の存在として扱われるので、A と B の間に線引きができますよね。一方ね、among の方は、一人一人に焦点が当てられるわけじゃなくて、
まあ、例えば私の友達とか言うとね、私の友達というグループ全体に焦点が当てられるので、個人と個人の間に線引きをする必要がないわけです。こういうふうに between と among、 大体のイメージつかめていただけたでしょうか。線引きができるかどうか、この辺をちょっと考えてみましょうね。はい、それでは例文を見てみましょう。2つ目ですね、 between A and B の例文を見てみましょう。 Our three-year-old daughter always wants to be sleep between my husband and me. Our three-year-old daughter always wants to sleep between my husband and me. 3歳の娘はね、お父さん、 my husband だから、まあ夫ですよね、お父さんと me だからお母さんですかね、お母さんの間で毎晩ね寝ることを望みます。だから川の字になって寝たがります。お父さんがいて、娘さんがいて、お母さんがいてね、こういう状態で寝るのをいつもね毎晩せがみますということですよね。これも2人の個人、夫と私、夫と私の個人の間に挟まれて寝ることが好きなのだとすれば、 between、 ここの between ですね、これが適切な表現になります。ではですね、3人以上、3人以上だから、もしかしてお兄ちゃんがいるのかもしれませんし、まだもう一つ下の妹さんがいるのかもしれませんけれど、まあ3人で、3人以上の場合ね、こうして寝るとき何を使うのか、3人以上だったらばアマングじゃないのっていうふうに思うかもしれませんが、この場合ここに with を入れることによって、より自然な英語ができるわけです。なので Our three-year-old daughter always wants to sleep with her father, big brother and me. こんな感じですね、3歳の娘は、彼女のお父さんと、それからお兄ちゃんと私と寝るのが好きですっていうことなんで、ここは with を使う方が、自然な英語になります。アマングっていうとね、ちょっと、イメージが少し違ってきますけれど。そしてですね、次です。between の方ですね。building、ここの部分ですね。building trust between the teacher and the students is crucial first step towards realizing a quality class. ちょっと難しいですね。もう一度読みます。Building trust between the teacher and the students is crucial first step towards realizing a quality class. こういう感じですかね。これね、教師と、ここですね、教師と学生の間に、ね、培われる信頼関係。ね。これを築くのは、crucial first step ね、重要な一歩です。何に向かっての一歩なのか、towards ですね。towards はどこそこに向かってというイメージですね。towards realizing a quality class ですね。優れた授業、クオリティのある授業。クオリティの授業ある授業を realize だから実現させるとかね、そういうふうなものに向かっていくのは crucial first step、重要な、 crucial っていうのは重大なとか重要なとかって意味になります。重大な第一歩になりますということです、教師と学生の間に信頼関係を築くのは優れた授業作りの第一歩ですという、そういう意味になっています。先生と、それから生徒ですよね。先生と生徒。だから、2者の間だから、あ、じゃあは、生徒がこれ、たくさんいますよね、スチューデンツ。先生一人に対して、ここですね、先生一人に対して、生徒がいっぱいいるから、
ビトゥインじゃなくてアマングじゃないのって思いますよね。思いますよね。なんですけどね、この場合、一人の教師、先生と、それから複数の学生という関係。ね。なので、これは先生と生徒という間について話しているので、この場合はアマングじゃなくて、ビトゥイーンになります。教師対学生っていうふうにね、二者間の扱いだと考えてください。なので、この場合、三つ以上やんかとかって思わないでね、先生側と生徒側というイメージで、二者の間ということになります。なので、ここは between が入りますね。はい、それに対して、この次、アマング見てみましょう。アマングの二つ目のね、例文ですね。Nordic pole walking was popular for a while among the elderly in Japan. Nordic pole walking was popular for a while among the elderly in Japan. Nordic pole walking ってわかります？時々いらっしゃいますね。2本のポールを持ってこうして歩かれてますね。そういう、それをね、Nordic pole walking というふうに言うみたいですね。ポールウォーキング。これもスポーツの一種ですね。ポールウォーキングというスポーツっていうのは、目に見えない現象ですよね。目に見えない現象ですよね。で、この場合ですね、elderly people、elderly っていうのは、お年寄りたくさん、elderly people とか、people 真ん中につけるときもありますけどね、the elderly ってこう来ると、お年寄りという人になりますね。複数のお年寄りの、ここ、アマングね、間で、しばらくの間、人気を博していましたってことで、for a while っていうのはしばらくの間ね。ポールウォーキングは日本で the elderly で、ね、高齢者またはお年寄りの間でしばらく人気でしたというような意味になります。これもね、目に見えない現象なんですけど、複数のお年寄り、ね、複数のお年寄りの間で人気だったっていうことなので、アマングを使います。で、また、特定のお年寄り、個人に注目しているわけじゃなくて、多くのお年寄り全体をグループとして捉えているということで、この場合、そういうふうに考えても、アマングが妥当ですよ、ということになります。はい、そして次最後です。I want to live out my dream and build a house among the pines after I retire. I want to live out my dream and build a house among the pines after I retire. こちらの方は、パインズっていうのは、これ松の木ですね。松の木ね。もう松の木が、パインズって S ついてますから、松の木がいっぱいこう生えているね。松の木。松の木がいっぱい生えている森。ね、これはもうこの松の木の間、いっぱい生えているところに、build a house なので、家を建てたい。ね、いつ？ After I retire、ね、退職したら、松の木のいっぱい生えてるところに家を建てたい。これは自分の夢を実現して live out my dream ね。I want to live out my dream。退職後は自分の夢を実現して、松の木が茂る森の中ですね。森の中に家を建てて暮らしたい。こういうふうな意味になりますね。で、木の数は多分2本ぐらいじゃないと思うんですね。3本以上あると思うんですね。だから3本以上であること。そしてここでは1本1本の木に注目しているわけではなくて、
複数の木々全体、森ですよね、森全体に注目しているということから、アマングを使う必要があるわけです。まあ、今まで習ったin というね、前置詞を使って in the woods ですね、 in the woods というふうに複数形で森ね、ここ among the pines いうところを in the woods と書いても特にいいと思います。ここね、木に S つけて森という意味で書きますね。こういうふうに書いてもいいと思います。まあ、今回はアマングの練習なので、アマングザパインズというふうにしてみました。between とアマングのね、でどうしても2つ between じゃなきゃいけないのか、どうしてもここはアマングじゃないといけないのかっていうね、ちょっともう一つこう区切りが分かりづらいかもしれません。次回はこの2つのその、違いですね、もう少し具体的に説明してみたいと思います。それではまた。